おそらく絶対見なかった作品、見ることがないアニメを見ました。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回はですね、アニメイト福袋2010で出た、ここに出てきた、アニメの作品を、2020年年内に、必ず全部見るという、はい、というわけで次いきます。あっと、これはなんだ、ボトルですか。アンサンブルスターズクリアボトルレオン、ウェルシュコーギーですかね、これね。これは何、これ犬の作品ですかね。これを見る限りはちょっとなんか内容が全くわからないぞ。今回紹介するアニメはこちら、アンサンブルスターズ。はい、こちらですね、アンサンブルスターズを全話見まして、この動画を撮っております。はい、というわけでちょっと上げてないんですが、上げちゃいます。アンサンブルスターズクリアボトルレオン。はい、こちらですね、ウェルシュコーギーのレオンというキャラクターの、クリアボトルですね。はい、お、中がこんな感じになってました。というわけでですね、今回出てきましたこのクリアボトルのアンサンブルスターズのレビューを撮っていきたいと思います。はい、でまずこのアンサンブルスターズなんですけども、ハッピーエレメンツ、カカリオスタジオが提供する、スマートフォンゲームが原作となっております。公式略称はアンスタ、メインライターはアキラさん。はい、このアキラさんなんですけども、監督で、ね、私の優しくない先輩という実写の邦画があるのですが、この作品めちゃくちゃいいです。この映画は本当にすごい素晴らしいです。ぜひ見てください。はい、その方がですね、メインライターを務めております。はい、ではストーリーなんですけども、男子アイドルの育成に特化した私立夢の先学院、新年度に伴い新たにプロデュース科が設立される、そんな学院のプロデュース科第1号、そして初の女子高生として転入してきた主人公アンズは、個性豊かなアイドルたちのプロデュースを通し青春の日々を送っていく。はい、というものがですね、メインストーリーとなっております。はい、この作品なんですけども、まずですね、アイドルアニメっていうのは結構たくさんですね、あります。はい、その中でこの作品は男性アイドル、まあ基本的に視聴者は女性の方をメインターゲットとして作られた作品です。というわけでですね、福袋動画に出てこなかったら多分、いや、おそらく、いや、ほぼ 99% の確率で見なかった作品です。はい、ではですね、ここからですね、個人的にですね、感じたものを、レビューしていきたいと思います。まずですね、アイドルアニメで言うとラブライブのサンシャイン、こちらはですね、福袋動画に出たもので、もうすでに見て、動画出しております。概要欄に貼っておきますので見てください。まあ今までそんなアイドルに興味なかったんですが、アニメを見たことで、あ、こういう活動してんだな、アイドルのを見る目が変わりました。固定概念が消えました。で、今回は男性アイドルというわけですね。まあラブライブに関してはですね、本当に男っていう存在がほぼほぼ廃された世界になってるんですよ。で、今回はですね、逆にその女子が廃されてるんですけども、今回女子高生のアンズという女の子が、まあ、こう言ってんな形で、一応ですね、メインの主人公、まあ、アンズから見た他のメンバーたち、その男性アイドルたちを描いております。と言ってもですね、まあ、男性アイドル目線も入ったりするので、とにかくまずその第一印象なんですけども、癖が強いなと第一話から見て思いました。例えばですね、俺様系だったり、ちょっとお姉が入ってるキャラクターだったり、もう少年的な感じ、もう女の子かっていうキャラクター、双子だったり、めっちゃ体弱かったり、水属性とか太陽が系とかね、もう全く無口なキャラクターとか、もう熱すぎるやつとかね、はい、っていうキャラクターたちがね、もうむちゃくちゃたくさん多種多様にいて、もう癖がとにかく強いです。と言ってもですね、この作品なんですけども、登場人物がめちゃくちゃ多いです。正直言って顔と名前が一致してるのはほんの数人しかいません。あとこの作品なんですけども、全部見終わってですね、意外とサブストーリー的なものが結構多く含まれておりました。メインストーリー的なものもあるんですけども、例えば他のアイドル、脇役的になっているキャラクターから見た世界観とか、過去にですね戻って数年前の学校の現実っていうのもですね、そういうところを描いてから現実に戻ってきた時のその変わっている世界とかが、なんか、ああ、なるほどなっていう、これはちょっと今まで見た
ラブライブというアニメ、今なかった要素なので、ああ、新しいなと思いました。で、そのグループがたくさんあるんですけども、そのグループとの確執だったりとか、あとそのグループを抜けて新しいグループを作ったりとか、なんかね、すごい響きました。はい。あとはその、冒頭ですね、これ途中でオープニング変わるんですけど、後半のオープニングはですね、アンサンブルスターズに出てくるキャラクターたちを紹介する場面があるんです。はい。ただその、膨大すぎる人数なんで、もう一人ですね、もう1秒もないぐらいのバババーって出てきてね、あれは壮観です。概要欄に貼っておきますので、もうぜひご覧ください。もうめちゃくちゃ早く、すごいキャラクターでこんなオープニングねえぞって。大体そのアニメってオープニング飛ばすこと多いんですけども、これはちょっとなんか見ちゃいますね。最初の冒頭を見て名前とキャラクターちょっと覚えて、また入っていくみたいな、そういう見方もできるので、このオープニングはなんか、個人的にとてもいいと思います。はい、続きましてそのキャラクターたちがたくさんいるというわけで、結構ぐちゃぐちゃになるかといったら、まあ、ちょっとぐちゃぐちゃになってるところはあるんですけども、それぞれのキャラクターにですね、葛藤だったり、生い立ち、バックボーンが描かれていて、とてもそこの部分は物語的にとても入りやすかったです。はい、個人的に監督がですね、いいなったグループはやっぱりですね、流星隊ですね。やっぱいいね。やっぱヒーローも仮面ライダーとか大好きなんで、この流星隊はその5人いて、それぞれの分担があるんですよね。まあ、めっちゃやる気あるやつがちょっとなんとかとか、なんかもう天然とかもいるんですけども、まあ、そういった中でそのリーダーがですね、すごい熱いんですよ。そのリーダーを、リーダーの熱さにちょっと他のみんなたちがですね、乗っかるみたいな感じで、流星隊のエピソードもあるんですけども、これがすごく良かったです。はい。あと、後半から結構ですね、もう敵対するアイドルグループがいるんです。まあ、同じ学校だったり、別の学校のアイドルグループがいるんですよ。で、もう、まあ、最初はまあ、ぶつかるんですよね。もう、むちゃくちゃやばいアイドルがいるぞ、みたいな感じで、まあ、ステージでバトルするんですけども、いつの間にか自然にですね、手を取り合っていたりとか、そういったね、なんていうかドラマ、いいなと思いました。なんか、友好関係がですね、自然と出来上がってる。やっぱりそのアイドルというところで、やっぱりその見ている観客がいてなんぼの世界なので、そういった部分で目的、ステージにかける思いはそれぞれ違うんですけども、異なるんですけども、ステージに立ってその歌う気持ちを届けるという意味では共通しているところなので、ここの部分はやっぱりそのアイドルとして、ああ、なるほどな、いいなとすごい感じました。はい、というわけでですね、この作品、福袋動画に出て、見させていただいたのですが、とても良かったです。はい。というわけでですね、興味がある方はですね、ぜひこのアンサンブルスターズ、男性もですね、とてもおすすめとなっておりますので、やっぱ脚本がやっぱいいですね。まあ結構長いっていうものあるんですけども、とてもおすすめです。やっぱりその、なかなか見る機会がない作品なんで、こういったところで福袋に出てくれて、そしてこれを選んだんですけども、とてもいい、面白い時間を楽しませていただきました。はい、ということでですね、この監督ラボでは、大好きな映画だったり、今回のようなアニメだったり、商品レビューをもに出している、ざっくばらんなチャンネルとなっております。はい、というわけでですね、興味がある方はですね、他の動画もぜひ見てください。あとチャンネル登録、ぜひ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 、していただければなと思っております。はい、というわけでですね、また次の動画で会いましょう。